溢れています皆様こんにちはナビゲーターのミレイです今日もご視聴いただきありがとうございます本日のテーマはこちらです安倍前首相歴史問題に関連し韓国は一線を越えて日本の名誉を傷つけたと主張前首相の思いは正解に伝わるのでしょうか 安倍進蔵前首相が月刊花田の取材で韓国が一線を越え日本の名誉を傷つけていると主張していますこれはわかりきったことですが安倍首相レベルの重鎮がおっしゃるとやはり重みが違ってきますよね適当なことばかり言うどこかの国の広報とは大違いです ところで韓国の報道によると大統領は北朝鮮政策をアメリカにできるだけ認めてもらうためにその見返りとして日本との関係改善を目指すす。そうですしかし感染言葉の重さはヘリウムなみのお隣に果たしてこのような難解なミッションをこなすことができるのでしょうか こちらではこのニュースについてのメディア報道や注目点また韓国や日本国内の反応など今日もしっかりお伝えしていきます5月25日クーリエ・ジャポンによると米韓首脳会談では新党を訪れたムン・ジェン大統領はペロシ下院議長から慰安婦問題について話をふられたのに反応しなかった「ここぞ」とばかりに日本批判を展開する公共スルーしたのだ。 対日で沈黙のシーンを NHK 国際報道前キャスターの池畑修平氏が読み解く時には何も語らないことが結果的に何かを伝えることにもなる米韓首脳会談でワシントンを訪れた韓国のムンジェイン大統領が5月20日に米議会会員のナンシー・ペロシ議長と会談した際のことだ 賀大韓国大統領府によればペロシ議長は慰安婦問題について切り出しこう述べた正義が実現されるのを見たいまたペロシ議長は2007年に議会会員が慰安婦問題に関して日本政府に謝罪を求める決議を採択したことに彼女自身日本の安倍首相と面会した際に複数回にわたっていわゆる慰安婦問題に言及したことも説明したというと報じています これに対して文大統領は意外なことに反応を示しませんでした。今までのムン大統領はいわゆるヤンフ問題をはじめ歴史関連のネタに対しては頼まれてもいないのに日本批判をずいぶん垂れ流してきましたが今回ハご丁寧に相手から話を振られたのにスルーしています。 大統領の頭には翌日に控えていたバイデン大統領との会談のことしかなくペロシ議長との会談は上の空だったのではないでしょうか訪米中のムン大統領の関心事はワクチンをどれだけ手に入れられるかとごットに関して詰め寄られないだろうかということでほぼほぼいっぱいになっており歴史問題に関しては今回全くのノーマークだったのだと思います バイデン大統領が日韓合意に深く関わったことを考えると歴史問題を議題にすることは悪手中の悪手なので外交の停裁を自負する大統領といえども歴史問題については徹底的に避けるつもりだったに違いありません。 さてこのペロシ議長との会談ですが当初韓国政府が発表した資料では大統領が日本はとても大事な隣人であり両国の関係は未来志向的な発展をするだろうと述べたと報じられたことに対し大統領府はその直後そのような発言はなかったと訂正しています。これはいつもの展開ですね。 いつもは相手国からの物言いで変わるのですが今回は自分ですぐに修正したあたりよっぽどまずい内容だったのだと思いますそれにしても韓国ではマスコミ改革の名の下にフェイクニュースを取り締まろうとしている動きがありますがこのような調子だと厳格に適用されれば成果大の広報関係者が軒並み摘発されるのではないでしょうか このようにムン大統領がいわゆるヤーフ問題でだんまりを決め込んだのとは対照的に彼の服大抵の敵である安倍進三前首相は月刊花田のインタビューでいわゆるヤーフ問題について言及しています。 安倍前首相は日本国民全体が韓国に対してコップがいっぱいになるほど我慢している状態だと溢れているとまでは話されていませんがこれまでの韓国の態度について的確な比喩で表現しており根拠なき妄想を世界中にばらまいている大統領に対して苦言を呈した形になっていますそれにしても日本国民全体というのは言い過ぎだと思います 少なくとも立憲民主党や共産党といった左翼政党、毎日新聞や中日新聞、ほかにも多くありますが、それらの左翼新聞に関しては、韓国側の援護射撃に回る立場をとっており、朝日に至っては問題を生み出した張本人ですこのような韓国の対応に関して、安倍前首相は、首相時代から韓国が流すデマを払拭するために、かなり奔走していたように感じます。 実際に2016年には国連女性差別撤廃委員会に外務省の審議官を送り込み強制連行を示す資料は未だ見つかっておらず韓国の出馬戦闘であると伝えており国際社会に正しい情報を広めるために努力していらっしゃいました。 また、国内にはびこるデマに対しても、それらを払拭するために取り組んでおり、4月に閣議決定で、従軍慰安ーというワードは、不適切であるということを表明したことについて、自身の努力が報われたのか、とても素晴らしい判断だと思いますとコメントしています。 今の一部を除く日本国民の怒りはコップい杯どころか過労死で表面張力で溢れずに済んでるならまだ政治家レベル国民レベルではすでに溢れている状態なので日韓ともに政治家はそのことを理解して政策を取り行ってほしいです。 ところで、以前このチャンネルでも、ポスト、官について、茂木、敏光外相加藤、勝野官房長官、河野太郎、行革省岸田文夫元外相の4名が控えていると紹介しましたが、安倍元首相も、このインタビューで、ポスト官について、同じく4名、言及しており、それによると、河野行革省の代わりに、下村博文政調会長が、総裁候補としてカウントされているようです。おそらく、河野行閣省に関して、 党務を全くやっていないことや同じ派閥内にいる原発族のあまり明氏との関係などを考慮して総理を狙うにはまだ時期尚早と判断したのだと思いますが下村政調会長に関しては個人的に少し意外に感じました。 というのも下村政調会長は主要閣僚の経験がなくまた安倍前首相の最側近を名乗る割には7年8ヶ月の長さを誇った政権にもかかわらず一度も官房長官を任せてもらえないなど他の3名とは少しランクダウンしている印象が否めません。 おそらく安倍前首相は下村政調会長自身が所属する清和会の後継者にと考えているのかもしれませんが平成権から茂木外相や加藤官房長官のどちらかを引き抜いてくるかまたは志向広重氏を二階幹事長の資格にするという形で参議院から引っ張ってくるかあるいは弟の岸忍防衛省が育つまでじっくり松かした方が賢明だと思います。 少し話がずれましたが今回のニュース韓国からも多くの声が寄せられています次にその一部をご紹介いたします安倍はオリンピックやコロナの重責から逃げた男ですそんなやつのパワことえなどを全く聞く価値がありませんこんな人物でも日本では首相になれるのです 我が国では国のために自らの命を捧げるような国しか大統領になれません確かにパクチョウやキムデジュンなど捕獲ともに国士揃いですからね多分け病だったのだと思います二度も政権を途中放棄するなんて言語道断人として許されません大統領は安倍に対して正式に抗議するんだよね もし安倍再登板なんてことがあったとしたらその時は確実に国交を断絶するチャンスですなぜ日本人はこのような人物を長期間首相の座に就かせたのですか日本人の友人なんかはみんな山本太郎か枝野幸男の方が首相としてふさわしいと言っています日本は極右政権なので本当に嫌いです我が国も極左政権なのですが なぜ安倍はいまだにのうのうと生きながらいながらフィクサーなんかを気取っているのですか。我が国のように元首相は全員刑務所に叩き込んでやればいいんでです。すは何ももいいいいけけますし、もしないなら作ればいいだけです。以上は韓国からのコメントでしたが日本からはどのような声が上がっているのでしょうか。 2015年の慰安婦合意では日韓両国で最終的かつ不可逆的な解決を確認したって言っているのですからわわざわざ日本避難をすするここととと自体異常なことだと思いますそういう異常さをわざわざと見せつけてきた国ではあるのですがあまりにも多い無礼の数々はやってしまった以上そんなに簡単に解決できるものではありません。 例えば窃盗症の人が商品を棚に戻したのだから見なかったことにしてなんて言っても許されるはずはありませんよね。処理水という金づるが新しく見つかったのでおそらく応募などは今後うやむやになると思いますたかりしか能のない国にはそれ相応の対応がお似合いですそれにしても首相をやめても安倍さんに触れてくる当たり韓国は安倍前首相が本当に好きなんですね。 多分葬式にも押し寄せてくると思いますそれまで韓国と国交があればの話ですが韓国の発言はどんどん自分に跳ね返ってきてますね自民党の本部には重曹が石の使い手でもいるのでしょうか多分ただブーメランをぶん投げているだけだと思います小泉政権時の拉致被害者当時安倍さんの外交はキラリと光るものがありますね 天下の通信社ががが週刊ネタを扱うところさすす。韓国クオリティです天下の大統領閣下が日本でさえもあまり知られていない雑誌の表現を引用したという理由だけで国民を訴える国なので安倍首相の体調も良くなったし賛成もありかも。個人的には模擬が2年ほどやって満を持して河野政権を5年くらい続けてほしいです。 もう韓国には何を話しても無駄だと思います。や肉問題などといった安倍前首相が実現を目指したものは韓首相の下で着々と結果を出していますもしアメリカが共和党政権であったならこれらの問題の解決は5年くらい早かったとも思いますが史上最低とも揶揄されるオバマ政権で安倍首相はよく努力したと思います。 もし志半ばで病に倒れることがなければこれらの成果は安倍首相の退陣を飾る良い花道となったと思うととても残念でなりません。 自民党の中にも東京五輪を菅政権の花道にすることで新しい顔で衆院選を戦おうという勢力もありますがもしそうなったら挙げること石破茂またセクシーな小泉幹事長といったポピュリズム満載の婦人になることは容易に想像がつくように思います消去法になるかもしれませんが菅首相にとって東京五輪は通過点になってほしいと願うばかりです。 皆様のご意見、ご感想をお待ちしています。評価クリックやチャンネル登録をしていただけると、とても励みになります。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ジェットエンジン